翔平バラエティチャンネルが始まりました。普段見れないドッコイさんや真珠の裏側をぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ドッコイさんだぞ。リキラさん、ラオさん、今何やってるんですか？今、その SNS で、はい、まあ、その DM 女の子に送って集客しようかなと思って。そうですね、2人でそういうことをやってました。どういう風に今やってるんですか？見せてもらっても大丈夫ですか？僕の場合だと今、はい、フォロワー、まあ、これドッコイさんのフォロワーなんですけど、はい、こう一人一人お前ドッコイさんのフォロワー狙うな。今まで俺のフォロワー狙った方がさ手っ取り早いじゃん。俺のことを知ってるからリケのこと知ってるじゃん。ドッコイさんに許可もらってそうなんですね。僕も先ほどそのドッコイさんのフォロワーからフォローした子に、あ、そうなんですか、なんかすぐフォロー返ってきて送ったら DM も返ってきたんで、すごいですね、俺 YouTube 10万とかにさ、インスタがフォロワーが少ないじゃん、8000とかしかないから、あ、はい、本当に好きな子しかインスタまで見ないじゃん。あ、だから2人を確実に知ってるから、特にリキアなんてもう最後だからさ、速攻に追い込むかけた方がいいよね。結構返信は来るですか？10人に1人帰ってこればいいかなと。ああ、でもすごいですね、噂によると、はい、お客様がついに来るという、そうですね、はい、初回、まあ、インスタからちょっと連絡もらって、まあ、僕の中ではやっと来てくれるっていう感じなんで。なんでインスタでそんなメッセージしてくれたんですか？その、まあ、フォローしていただいたタイミングっていうのが、まあ、僕がそのドッコイさんの密着その動画出ますっていう、なんかその発表した時に、まあ、それでインスタフォローいただいて、まあ、僕が返して、でそこでまあやり取り始まって明日来てくれるっていう風になりました。すごいっすね。はい、まあ、ちょっと僕もなんで来ていただけるのかっていうのはちょっとよく分かってないんですけど、なんか多分初々しさがいいみたいな、まあ、金額とかまあ全然そういうのは僕も求めてはないんで、ただ来てくれることがありがたいんで、本当に損させないように満足させれるような接客できたらいいなと思います。はじめまして、どうも。めっちゃ緊張する。ありがとう。ありがとうございます、本当に。めっちゃ緊張するな。あ、確かに。めっちゃ緊張するな、なんか。初指名？初。初指名。あ、ほらさ。え、申し訳な。俺で大丈夫ですか？逆に。頑張りますよ、僕は。伝わる無理さが。やばいでしょ。やばい。にじみ出てると思う。にじみ出てる。ガチで。で、人間本当に嬉しい時ってマジ何も言えなくなるから。本当に今本当にごもりそうだもん。ごもり自分が怖いから喋り続けるけど、喋りにちょっと緊張あるもん。やばいよね、多分いつもの自分出してないよね。いつもの俺じゃないよね、多分この喋り方ね。もう多分背筋ピンとなっちゃうもん。すごい、担当ってどういう気持ちなんかなって思ったけど、結構緊張するね、これやっぱり。慣れるに時間かかるわ、これ。めっちゃ綺麗やしね、余計緊張するよね。こんなにパツン似合う人おらんで、マジで。ちょっと照れてくれ、照れろよ、照れろよ。いただきます。ありがとうございます。昨日はまだ残ってる。そうなんですよ。何、デヴィ夫人？デヴィ夫人の生活じゃん。出会って間もないですけど、どういうところが好きでこうなったんですか、今日は。とりあえずの40万、とっておきにせえ、40万は。とりあえずで40さ、こっち期待するやん、これから。バカ震えますもん。いやいや、ないよ、なかなか。なおにあります、どういうホストになってほしいか。なんかめっちゃ売れてほしい。あー、めっちゃ嬉しい。優しい。親目線やん。親50年。ちょ、レベルすごいって。さあ、はい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 、初めて、初めて、いや、もう初めてですもんね、トップダウンリーの。初めて、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 
日本のベレモノこれ会計50万はこれはすごすぎるって生まれ変わったらラオンになりたい素敵なシャンパンありがとうございます。初めての指名と初めてのシャンパンで、それ僕も震えちゃってるんですけど、売れてほしいって言っていただいて、僕も本当に頑張るしかないなと、姫様が満足していただけるような人間、まあ、ホスト一人の男としてこれからもっと成長していくんで、これからもお願いします。よいしょ、ありがとう。ラストソングらしいです。マジっすか。心境は、いやもうなんかビビってます。震えて感無量というか、本当に人間本当に嬉しかったらマジ何も言えないんだなって思う。本当に嬉しすぎて、本当にもうなんて言葉を出してみるか分かんないです。やっぱりラストとかむちゃ緊張したんですけど、なんかもう嬉しさのあまりなんか気持ちよく歌いちゃいました。やっぱりその、まあ、こういうすごいレベルの高いお店でそういうラストを取れるっていうのは本当に僕のかけがえのない、まあ、思い出というか、これから頑張る秘訣というか、もっとでもこれからもやっぱり現時点の自分に満足せんと高みを目指して頑張ると思うんで、それ皆さんに応援してほしいですね。今日はありがとう、ありがとう。いやでもガチでラストン取れと思ってなかった。いやそれは思ってなかった。思ってなかったよね。俺もびっくりしたよ。みんななんかその荷物取りに行くときとか、すれ違った人みんな本当おめでとうみたいな言ってくれたから、マジで嬉しい。だトップダンディで本当にレベル高いから、そこマジで本当に感謝してる。ありがとう。おお、今いい話してる、いい話してる。いやでも本当になんだろう、ありがとう。初指名、初シャンパン、初ラストンはえぐいと思う。たまたまかもしれないけど、でもそのたまたまがやっぱりなんかある意味運命じゃないけど、え本当に売れてほしいと思う、うん、思う。でも本当にじゃあ売れるよ。じゃあ逆になんか今までその取締役とか代表とか、なんかそういう人しか指名したことないんやったら、俺もまあそこまで、ね、いつ行けるか分かんないけど、でも絶対に俺になりたいから、ね、成長する自分を応援してほしいからね、頑張ろう。今日はおばさんや。ダメだったらダメって言うわ、バサバサだなって言うわ。プログラム綺麗な女みたいですね。今日はトゥインクルさんにお邪魔しました。どこいさんだぞ。